メカニカルシール、はい、そもそも何でんの？あのね、どういうんですかね、オイルシールとかそういうのをご存じなかったらね、分かりやすく言えばね、あの洗濯機に水が貼られとって、はい、下に羽があって、はい、その羽は回るのに必ず軸がついとるんですよね。ついてますね。はい、ほんだその軸が外からモーターで回っとるんですけど、そのケース本体とその羽、それについてる軸いうのは回転して、その普通その回転してるものと側との間から水が漏れそうですよね。普通ね。普通ね。ただあれは多分今オイルシールというもので止められてはおるんですけども、それも言ってみりゃ機械的にそのできたシールを、金属同士、はい、金属の組み合わせでできてるシールがメカニカルシールですね。普通は焼けついたりして回転しまへんよね、はいはい、それと普通今オイルシールなんかいうのは軸に対して軸を抱くという形で止めるんですけど、ね、オイルシールの材質って何ですの？いや NBR からバイトンからっていうのはゴムです、ね、はい、ゴムですね、ゴムのシールですね、はい、自動車関係にも使われるやつですね、はいはい、オイルをこう、はい、ね、このメカニカルシールというのはその軸方向に押さえて止めるんじゃなしに、軸方向に水平方向に、単面修道という部分があって液を止めると、もしくは気体、きれいに精度が出てなかったらこんなのできるわけよ、もう回転できるわけないし、ね、そうですね、それでシールをするという部品ですよね。どこでも作れませんよね、これもうね、須田社長もう四十何年、はい、もうさーってやってはるから、あんなもんでいけるよって言うてはってもね、はい、できるもんじゃないなと、ね、その辺がどうも分かりませんけどね。だから真似あんまり出てきてないでしょ。あのね、やっぱりね、いや、物を作るだけが問題じゃないんですよね、やはりお客さんに、はい、その仕様によって進めるもの、というのがいろいろありますんでね、材質的にもいろいろありますんでね、それもノウハウですね、ノウハウですね、そんなんもね、だからそういう場合、例えばこういう仕様に対してはどういうものを使ったらいいですかという質問に対して、それはこうです、ああです、こうしましょう、ああしましょうという選択肢をそのちゃんとコーディネートされるわけですか、はい、だからその辺が難しいんです。ただもう図面になってこれできるって言われたら、これは極端だ、どこでもできるかも分かりませんよね。もういや、はい、そうですかね、はい、もうその図面になってしまう、精度がすごいし、精度だけじゃなしにどの材質をどこに使うか、はい、そうです、そうです、それが難しいんですわ。もう材質を決めて、言ってみれば図面があって材質が分かってたらどこの鉄工所でも極端には作れるというものなんですよね、はい、作るのは。だからメカニカルシールと一言で言うけど、はい、いっぱい種類がある。あります、あります、ものすごいあります。今まで作られて何種類ぐらいありました？大体頭の中では覚えたらいい、数えきれないねえ、1000や2000ぐらいいっちゃいますかね、はあ、はあ、サイズもいろいろありますし、ね、サイズもあります、はい、あ、向け先はありとあらゆるところか、どんなところです一番多いのは？やっぱ一番多いのは食品ですかね。食品、ケミカル。食品のやっぱ攪拌ですか、やっぱり。いやいや、やはりその例えば食品の缶に入ったり瓶に入ったりしているものは、何もあれ尺で入れてませんからね。ポンプというもので送って瓶詰めなり缶、もしくはいろんな工程でポンプというのが使われるんですけど、そのポンプというのが羽が、それこそ今の先洗濯機で例えたんですけど、羽がついとって軸がついとると、はい、でポンプの場合はそのケースの中でその羽が回ることによって液体を搬送するという、その時のこの軸、その軸に、でその以前はねグランドパッキンとかいろんなものもあったんですけど、やはり食品関係の場合は衛生の問題もありますんで、そのメカニカルシールというものを取り付けて、異物の混入を防いだり、漏れるのを防いだりというふうに
してお使いになってたんですね。メカニカルシールはまあ刺すステンレスが主だし、はい、チタンがそうだから、はい、もう全部体や異物が全然受け付けない、やっぱりこう、はい、まあ、環境もそうでしょうし、はい、人体にも非常に影響を及ぼさないということですね、はいはい、そうですね。ははということはもうモーターだとかそれからもう攪拌だとか、はい、まあ、いろんなもう混ぜるだとか送るという分にはものすごくこれいるということですね。そういうことですね。大体 そういう部分には要するにシールというものがついて回るわけですね。シール絶対いりますもんね、はい。